堀川第一橋は、京都市上京区にある堀川に架けられている橋。江戸時代に設置された木造の中立売り橋に由来し、石橋への架け替え後も、地元ではそう呼ばれることがある。京都市指定有形文化財に指定されている。江戸幕府が設置した中立ち売り橋が、明治時代に京都府へ引き継がれ、1873年に石橋として架け替えられたものである。 橋長14メートル、福音8.2メートル。北側に車道用の橋、南側に歩道用の橋がある。京都市内の木橋を、いわゆる永久橋に架け替えたものとして、堀川で最初の橋だったことから、堀川第一橋と名付けられた。京都市内の講義橋で永久橋に架け替えられた橋としては、現存最古の橋である。 構造は深淵が高つ世界的にも稀な前円形の石像アーチ橋で欄干の衣装も伝統的な和風衣装になっている。江戸時代に幕府はこの地に木星高欄付きの目標である中立売り橋を設置し、講義橋として京都御所と二条城を結ぶ役割を担っていた。落中落外図には御水のノ天皇が二条城へ向かうためこの橋を渡る様子が描かれている。 1873年に、京都府によって、石像の深沿、全園系アーチ橋に掛け替えられた。親柱の国名によりこの工事には、江戸時代以来石膏が住んだ、あたこ郡白川村の石膏が関わったことが、明らかになっている。また、壁石には、当時報告神社が建設されていた、東山大仏跡の連大の石が転用されたと、伝える。昭和30年代に、 石畳舗装がアスファルト舗装に改められたが、平成になって三十数年ぶりにアスファルトが剥がされ、石畳に戻された。一方で、その極めて得意な特徴である全円形アーチは、下部が平成10年頃に施行された堀川川床改修工事により傘上げされ、現在はほとんどその形態を観察することはできない。福水街道第四郷。 そこまで円形を保っている。なお、京都市内には、同時期に施行された石像アーチ橋として、堀川第一橋化流数百メートルに、堀川第二橋、東山区本町十八丁目に、福水街道第三橋、伏見区深草市寺海橋北一丁目に、福水街道第四橋が現存する。この内伏水街道第四橋は小規模ながらも、深淵。 全円形アーチの姿を今も我々に見せてくれる。この他伏見街道には、東山区本町11丁目に、福水街道第1橋同14丁目には、福水街道第2橋がかかっていたことが、このうち、第2橋は、やはり希少な深淵、全円形アーチ橋であったことがわかる。これら全円形アーチ橋のルーツとして、東山区東山五条の本願寺大谷病入り口に、 かかる、円通橋が指摘されている。円通橋は、安政三年築造石像二連四季新全円形アーチ橋である。工事を受け負ったのは、大阪の石屋玄介、さらに本願寺に残された文書ではここでも、白川村の石膏、太郎江門のが携わったことがわかる。築造当初からこの石像アーチ橋は有名で、メガネ橋の愛称で市民に親しまれた。 西絵に現れるほか、その二連式前縁型アーチ橋という希少な特徴によるものか外国人写真家も、幾様家の写真を残している。なお、明治6年築造の堀川第一橋が、市の有形文化財に指定されているのに対し、それよりも18年も前の江戸時代に築造された、この橋が未だ無指定のままである理由は不明である。ありがとうございます。